どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。パズドラ最新情報チャンネルゆうこれです。今回なんですけども、パズドラから最新情報いくつか来ております。まずはですね、魔法石10個厳選スーパーゴッド S 開催決定です。期間がですね、なんと明日の昼の12時からとなっております。めちゃめちゃ早いですね。はい、もう明日12時には実装されまして、その上で新キャラが登場します。はい、で新キャラの前にまずはフェス現情報を見ていきましょう。石10個で1回回すことができる石10個厳選スーパーゴテスが開催。今回から新フェスゲンモンスターラビリルが登場です。さらにフェスゲンモンスターのチャコル、パティ、あ、ごめん、フェスゲンヒロインシリーズのチャコル、パティ、ウルカなども登場と、これらのキャラクターも能力調整が入ります。さらに4月15日金曜日に新しい進化形態として追加されたハトホルやアケチもラインナップとなっております。はい、という感じになっております。でさらにですね、魔法石10個厳選スーパーゴッド S に出現するモンスターは全てレベル最大、スキルレベル最大、フル覚醒プラス2キロの状態で排出になっており、期間中ログインで厳選スーパーゴッド S ガチャが1回もらえるという、なんとフェス限配布もあり新フェス限登場もあるって感じになってます。でちょ、まあ一旦じゃあラビリルの能力調整というか能力詳細から見ていきましょうか。まずは進化前からです。バインド、封印、スキブ3つで26ターンで2ターン変身のキャラになっております。はい、でまあスキブさんの26ターン変身なんでちょっと重いですけど、2ターン変身があることで、まあ、その後のスキルダメはすぐにできそうですね。はい、で、こちら1段階変身キャラです。変身後見ていきましょう。バインド、封印、毒耐性プラス指延長プラス2つ、ガードブレイク、誤色攻撃強化3つ持ちです。火力はめちゃめちゃ高いですね。 4.5 の3乗なんで、ね、90倍ぐらいの火力が乗ります。さらにスキルもですね、4ターンの間チーム内の誤色攻撃強化の覚醒数に応じて攻撃力化上昇が4ターンスキルとなっております。はい、なのでこれちょっとエンハンス倍率は分かりませんけど、誤色攻撃強化をメインに使っているパーティーにおいてはラビリルかなり優秀なんじゃないかなと思います。逆にラフィーネとかと組み合わせる場合はエンハンス倍率自体は少しもったいなくなるかなって感じですね。でリーダースキル、5色同時消しでダメージを軽減、攻撃力8倍、3コンボ加算、10コンボ以上でダメージを 60% 軽減、攻撃力と回復力が3倍です。回復上がるのめちゃめちゃいいですね。で相方に追い打ち持ってるキャラってめちゃくちゃ多くて、多色って追い打ちキャラは多いんで、でコンボ加算持ってるのもね、ラビリルかなりいいんじゃないかなと思います。まあそれこそラフィーネと組み合わせても全然使えそうな性能してて、かなり面白いキャラなんじゃないかなと思います。はい、火力特化の多色リーダーって感じですね。これが新フェス限です。まあ正面必須級ってわけでもないし、フレンドで使うこともできるので、まあサブに入れたい場合以外はガチャで引きに行く必要はないかなって感じ。フレンドさんに借りるのがいいのかなと思います。はい、まあサブで使う場合は頑張ってください。ただまあ基本ね、リーダーフレンド分野でもなんとかなりそう。さあで続きましてアシスト進化です。今回どうやらね、武器が多数あるみたいでして、なんと5種類ありますね。見ていきましょう。まずは太陽のイースターエッグからです。非コンボ強化2つ、チーム HP、 チーム回復持ちでスキルが1ターンダメージ無効、1ターンサブと火の攻撃力化3倍が14ターンスキルです。非コンボ強化2個持ちすごいですね。続きまして水です。お邪魔耐性プラス武器に3ターンチェーン、3ターン3コンボ加算が13ターンです。おついには普通にお邪魔耐性プラス武器が来ましたね。でまあ3ターンチェーンもあって実用性もあるっていうね、なかなかとんでもない武器ですね。まあ、最近 HP 漏れる武器とかの方が結構重要あるもんね。続きまして木の武器です。ドラゴンキラー、攻撃キラーに毒耐性2つで、スキルは9ターンダメージ軽減が8ターンスキルです。軽減ループっぽい感じの使い方でできそうですね。それこそ、この武器はクルセイダー武器の代用としてもね、火力の面ではね、補えるんでね、火力の点では強いですね。ただ、HP の点では、クルセイダー武器ってもう破格みたいな性能してるんで、まあ、そこではちょっと残念ながら代用としては厳しいかなと思います。一応、まあ、軽減という点ではね、使えますね。で光4色攻撃強化持ちです。スキルは6解除5属性プラス回復ドロップに変化、3ターン回復とリーダーとサブの攻撃力が5倍です。15ターンスキルです。続きまして闇です。指延長プラス2つにチーム HP 強化2つ、スキルは2ターンランダムルーレット1個生成、指が2倍、2ターンダメージ吸収属性吸収無効が15ターンとなっております。これが、今回の武器たちですね。5種類あるのめちゃめちゃすごくね、なかなかやね。これがラビリルの性能となっております。はい、で続きまして既存キャラ能力調整の方入っております。あ、どうしよう、まあ、先にいいか、こっち見ましょう。で新キャラも来てるんでな、新キャラってか新しい進化も来てるんでね、それはこの後見ますね。とりあえず既存キャラ情報修正から見ていきます。まずはウルカからです。バインド、指、スキブ4つ、封印、5色攻撃強化、7強2つ、ボイス覚醒です。めちゃくちゃ火力上がってるくね。5色攻撃強化に7コンボ強化2つなんで、2、4に 4.5 倍で18倍、さらに10コンボ強化あるんで90倍ですね。倍率はもう跳ね上がりました。
スキルも6色陣に2ターンダメージ吸収、属性吸収、ダメージ無効貫通。めちゃめちゃ強くなってるやん。これがウルカです。76リーダーとしても、サブとしても全然使えるようになってますね。さあ、闇。スキルチャージ持ってるんで、大幅な強化入ったらこっちがぶっ壊れですが、ああ、そうですね。闇の方は別に覚醒変わってないですね。まあ、スキル同じですけど。まあ、進化前軽く上がったよって感じになります。はい。で、続きまして、シャコールです。武器とかは強化入ってないんで、あくまでキャラだけみたいですね。はい、進化前からです。何が増えたんだこれ。覚醒何が変わったんだ。あ、スキルが4つになってますね。覚醒スキル。はい、スキル4つになって、スキルは2ターンチェーンに、決算ドロップ倍の覚醒無効全回復が9ターンです。リーダースキル、指9秒固定で、機能 HP が2倍、攻撃力4倍、キー回復同時でダメージを半減、攻撃5倍、2コンボ加算です。普通に HP2 倍半減リーダーなのやばいだろ。これがチャコールですね。はい、5ターン回復が全回復になって、かつリーダースキルも HP2 倍半減リーダーになっております。とんでもない記憶もらってますね。続きまして、チャコール進化後です。スキルは同じです。はい、リーダースキルが指9秒固定で、機能テンパラ3倍、機能6個消して攻撃力8倍、3コンボ加算になっております。はい。ちなみにどちらとも超学生10強増えてるんで、火力はかなり上がってますね。それこそ、進化前に関しては副属性ないんでね、10強、10強、7強止まりですけど、進化後に関しては7強、7強、10強、無効感、無効感っていう、なかなかな火力になっております。これがチャコルです。で、続きまして、パティも強化入っております。進化、ごめんなさい、変身後からですね。スキルが2ターンダブル吸収無効に、ロック解除3色陣、キー光回復の3色陣持ちになってます。パティは攻撃力がやばいからね。リーダースキル、光の HP と回復が 1.7 倍、木の攻撃力が20倍、光木の同時攻撃ダメージを半減、固定500万ダメージって感じになってます。スキルは強いですね。なかなか尖ってるけど。で、武器のスキルですね。1ターン減少に2ターンダブル吸収の効果が8ターンになっております。とんでもない強化を地味にもらってますが、っていう感じですね。あとはモンスター交換のイベントで、イベントメダルで交換できたりするんで、ぜひよかったらガチャ頑張ってください。っていう感じがまず今回のね、新フェス限とか、あとは既存キャラ強化情報となっていて、さらにですね、これに加えまして、こちら、4月15日に新しく、実装されました、ハトホルや明智も実装されますということで、早速もうね、ハトホルや明智が超転生しております。見ていきましょう。今多色の環境なんで僕ハトホルかなり可能性あると思うんですけど、見ていきましょう。バインドスキブプラス封印、指延長プラス2つ、十字がドブレ、5色攻撃強化2つ、小学生5色攻撃強化持っております。今のところめちゃめちゃいいですね。さあ、スキル、計算ドロップ覚醒無効、 HP を全回復、敵の残り HP を 10% 減少、回避光邪魔毒を光に変化です。リーダースキル、落ち込なし、5色同時ダメージを 70% 軽減、3コンボ加算、バトル後の残りドロップ数が6個以下で攻撃力が上昇、最大32倍です。そうですね。火力自体はかなりいいですね。十字あるのもめっちゃいい。ただまあ、前田とこっち比べた時にどっち使うかって言われたら基本絶対前田入ると思うんで、ちょっとそこネックかなと思います。リーダースキル的にもマジで前田でいいかなって感じはある。なんか、そうですね。弱くはないけど、前田でよくね感も正直否めない、ちょっと。ね。火力も一緒な感じだし。まあでもスキルで決算ドロップ覚醒無効全回復持ってるのはめっちゃ偉いんですけど。まあただスキルやっぱ9ターンなんで、ちょっとそこは重いかなぐらいな感じはありますね。これがハトホルです。まあでも弱くはないですね。強くはなってます。はい。続きまして、明智進化後です。超転生明智。バインド封印雲闇列2つ、枝豆10強無効感無効感です。さあ、火力。スキルプラス10強超つなげし、毒耐性プラス暖房。火力高いですね。10強10強無効感無効感とかもできますね。デフォで枝豆持ってるのか。じゃあ、超つなげしもありかもですね。超つなげ瞬用でね、10強無効感無効感のね、31.25 倍かな。と、あとは10強超つなげしの60倍で運用とかもできそう。スキルはドロップロックを解除し、光を闇に、水を回復に変化、闇回復ドロップは強化が5ターンです。いや、そのスキルは結構渋くない？ちょっと。リーダースキル、闇6攻撃して攻撃力が上昇、最大 9.5 倍、闇の HP と攻撃 3.2 倍、指5秒延長です。正直、そうですね、ちょっと明智はスキルだけ渋すぎるかもなって感じはあります。まあ、ただこれらがね、今回の超転生情報となっております。まあ、超転生キャラなんてね、もう強い弱い関係なく増えれば増えるほどありがたいですからね。まあ、ぜひともどんどんキャラ増やしていただければありがたいなって感じはあります。これがですね、今回の厳選スーパーゴッドSの情報となっております。はい。まあ、新フェス限来るんですけどね、確率も結構シビアということで、多分ね、まだ引いてないですけど、まあ、狙うときは覚悟して引いていただければなと思います。ということで、今回の動画終わりになります。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。